今回は何年も待ち望まれているが2期が全然来ないアニメということで、いや全然2期来ないアニメってありますよね。ほんと一昔前に比べると昨今のアニメって配信が主流になってきておりますから、ほんといろんな作品に続編の可能性があったりするわけなんですよね。やっぱ配信でかなりの伸びてですね、収益につながったりするところがありますから、もう思いもよらない作品なんかもですね、全然2期があったりするところでございますけれども、これこんな人気なのになんで続編 作られないのっていう、えー、アニメってかなりたくさんあると思うんですけれども今回ね、えー、そんな、えー、作品たちをいくつか紹介していきたいと思います、えー、まずはノーゲームノーライフでございますもうこちら鉄板中の鉄板ってところでございますけれどもいや2期来い来いと願い続けて早10年ということでね第1期放送が2014年の作品でございますいやもう10年経ったんかって感じなんですけれどもいや本当にな,なぜのげのらが来ないのかって不思議で仕方がないんですよね ノーゲームノーライフは2014年に第1期が放送されまして、その3年後、2017年には劇場版となるノーゲームノーライフゼロが公開となりました。もうかなり大好評でございまして、1期劇場版ともにですね、非常に高い評価、人気を獲得しておりましてね、国内外問わずですね、もう続編を望む声っていうのはもう日は耐えないところでございますけれども、今に至るまでですね、も、ま、う、あ、続編はないということで、もうこれは本当謎なんですよね。もう作者先生も俺が聞き たいとよくねあの 2期の問いいいいいい合わせがが来るるらららしいんでですすけれどもと、まあ、とにかかく俺が知りたいと言っているぐらいでございますから本当に、なぜ、2期が来ないのかはよくわかりませんね。うん、う本当にやれば間違いなくね、あの、当たる作品だと思うんですけどもね、えー、どうなっているんでしょうか。ちなみにね、えー、現在はですね、ノーゲームノーライフ、第12巻まで刊行されておりまして、第1期はですね、1巻から3巻の内容で、劇場版が第6巻の内容となっておりますので、もう原作ストックはもうめちゃくちゃ十分あるんで、 まあ当時作者先生はかなり体調を崩して、まあいろいろ病気などもありましたのでね、かなりその執筆関係で非常に難儀していた頃でございましたので、まあその当時からはやっぱり続編作るのはなかなか難しいのかなと言われていたんですけど、今はかなり元気にしていらっしゃるっぽいのでですね、もうそろそろね、毎年何かしらイベントがあるたびにね、もう野毛の発表来るんじゃないかと、この身構えるのもね、もう疲れてくるぐらいね、年月が経ってしまいましたのでね、もうそろそろニキが来てくれたらめちゃくちゃ めちゃ嬉しいところでございます。 お次はこちら、被ダンのアリアでございます。いや、アリアもいつね2期発表されたとしても不思議じゃないっていうぐらいね、めっちゃ人気の作品なんですけれども、永遠に2期が来ないんですよね。被ダンのアリアアニメはですね、第1期が2011年放送ということで、もうこれもまた10年以上前の作品になってくるんですよね。一応スピンオフとして被ダンのアリア WA という作品があるんですけれども、こちら2015年に放送されております。はい、まあ、これもですね、もうほんと10年近く前ということで ことでございましてもうテレビアニメ展開はですねもうそこでストップしているんですよねえ原作の方のライトノベルはですねもう今もなお続いておりまして2008年から観光がストローとして現在までにもう41巻ねプラスアルファ出ているということでございましてめちゃくちゃ、えー、長寿の作品になってくるわけなんですよね、うん、でヒダンナアリアがもういつ来てもおかしくない理由としてはもうパチンコの展開がえげつないっていうところでございましていやパチンコでもとにかくお金になりますからその、えー、そのパチンコバチスロにですねもうめちゃ めちゃくちゃアリアはね、なっているということでございますので、まあ、非常に、まあそこら辺の、まあ資金もあるんじゃないかということでね、まあそれをアニメになんないのかなと思いつつですね、待ち続けておりますが、今もなお来ていないというところでございます。 お次はこちら、宝石の国でございます。これをまた2期がかなり待ち望まれている作品だと思うんですけれども、いや、この作品ってすごかったですよね。まあ、当時、放送が2017年に第輝期が放送されまして、ま、これ 3DCG アニメなんですけれども、この当時としては、というか、今でもですね、もうトップクオリティのアニメだったんですよね。うん。やっぱり当時としては、やっぱり今でこ、今ほどですね、CG アニメも、まあ、その、多くなくってですね、いろいろ手書きのアニメがたくさんある中で、CG アニメっていうのは、やっぱり、あまり受け入れられないというか、やっぱり、 あまり苦手意識を持っている方も今以上に多かった時代においてですねこの宝石の国を作ったオレンジはですねとんでもない CG で作る制作会社さんでございましてこの宝石の国はすごかったんですよねそのクオリティっていうのがしかもこの作品自体が CG のこの独特な質感っていうのとすごく親和性が高い作品でございまして宝石の体を持つね人型の生命体の物語ということでございまして宝石というねこの無機質なものを CG で描くっていうことのこのマッチングがものすごくできて だというところも相まってですね。も、ま、う、あ、すごく cg アニメとして完成された作品だったんですよね。ですので、非常に高い評価を得てですね。えー、ま、現在に至るまで日記が待ち望まれているんですけども、もえー、未だ来ていないというところでございまして、まあ、原作漫画でございまして、漫画がですね。今年に完結を迎えたんですよね。で、今年の秋ぐらいにまあ最終巻が発売となりますので、ちょっと原作の方の展開も終わってしまうんですよね。ですので、いやそろそろ来ないかなと思っているって言うところでございます。 お次はこちら、グランブルでございます。いや、グランブルめっちゃに気みたいんですよね。まあ、あの、スキューバーダイビングとサケドゼンラの作品なんですけれども、本当今年ですね、グランブルは原作の方が連載開始10周年ということで、まあ、それを記念していろいろイベントとか企画とかが立ち上がっているっていうところでございましてね、うん、まあ、非常に活発にですね、公式の方は動いているんですよね、うんまあ、今年はこれから舞台もね、始まったりとか、今はね、あの、公式のラジオも始まっていたりとかですね、あの、いろいろよく動いてる。 で、アニメに関しては、まあ、特にないんですけれども、まあ、アニメのね、監督さんが、もう2期をぜひとね、あの、熱望しているコメントを出していたりとかですね、まあ、非常に前向きな、え感じなんですよね、うん。で、アニメ自体は、2018年に第1期が放送されて結構が経っていると。で、漫画はですね、今もまだ連載中でございまして、ちょうど今年、発行部数が1000万部突破して、まあ、非常に波に乗っているというところでございますので、ここで一発2期来ないかなと、まあ、非常に待ち望んでいるところでございます。お次はこちら、魔女の旅び でございます魔女旅も続編熱望してる人多いんじゃないでしょうかアニメ第一期は2020年放送ということで今から4年前になってくるんですよね原作の方は現在22巻刊行ということでストック的には申し分ないほどありますアニメの方は C2C 制作になるんですけれども現在 C2C はシャンフロに付きっきりでございまして本当シャンフロをね最初から最後まで全部アニメ化していくっていう感じの姿勢を見せているんですよね、まあ、これからニッキーがね連続にクールで放送が始まる っていうところでございましてね。まあ、それが、やったら、割と、原作ストック的にも結構ね、最新まではいかないんですけど、割とそこら辺付近までアニメ化されていくところでございますので、まあ、一旦ここら辺でアニメの、その動きっていうのは、一旦小休止挟むんじゃないかなというところでね、うん、監督さんもシリーズ構成の方もですね、あのー、魔女旅と同じっていうところでございますので、あの、一旦ここら辺で魔女旅2期どうかなっていう、えー、その希望もなきにしもあらずっていうところな わけなんですよね、うん、まあ、アニメ自体は魔女旅っていうのはね魔女イレーナっていうのがいろんなまあ、国をあの旅していく中で、まあ、いろいろな事件が起こったりっていう、えー、感じのお話でございまして割とあの連続性はあるんですけれどもまあ、た単発のエピソードなわけなんですよね、うん、ですので割とまあ、どこで切っても問題はないというかね一期で終わっても問題はないんですけれども一期のラストでですねまあ、続編の布石っていうのをねあの撒いておりましたのでまあ、そういうところからやっぱり2期が見たいなと思ってしまうわけなんですよねはい。ということで今回 今回は2期が待ち望まれているが全然このアニメについて話していきました。まあ、今回挙げた作品は待ち望んでいる方も多いですし、なおかつ可能性あるんじゃないかなと思っている作品になってくるところでございます。はい。中にはもう、待ち望んでいるんだけれども、もうないのかなと、半ば諦めかけている作品たちも中には存在すると。例えば個人的にはアクセルワールドだったりとかね。まあいろいろあるわけなんですけれどもね。うん。まあ、他にもですね、まあ割と最近の作品はまあこれから来る可能性もありますし、あげなかったところでございます。 ございまして、例えば個人的に待ち望んでいるとしては、アケビちゃんのセーラー服とか異世界おじさんとか。まあいろいろあったりするところでございます。はい、まあ、それから是非ともね。皆さんが思う。このアニメの2期続編、めっちゃ見たいんだよっていうのがありましたらですね。是非ともコメント欄の方にお書きください。それじゃ、また。